結婚したいですかっていうのがあってぶち切れよほんまに。皆さんお集まりいただきましたこのズームに。で今日は、まあ、あの沖縄の旅がすごい好評だったらしく、ありがとうございます皆さん本当にね、すごい好評だったらしく、じゃあ今回この4人でねあの裏話やっていきたいなと思います、はい。今回沖縄の旅で皆さんそれぞれあの思い出があったと思います。まあ、その思い出をせーので言って果たして当たるのか。絶対合わないんだけど。はい、3、2、1、ゼノ。なんか食べたところ。じゃあルワゲやな次。いやもう絶対当たんないもん。3、2、1、はい。海の中で走った時。人海。え、なに海の何？え、海。海で走った。龍馬くんにおんぶしてもらって走ったことが楽しかった。あ、うん、映画のワンシーンみたいなね。なるほどね。菅田将暉くんがよくやってそうな。そう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 。俺はやっぱりまさきに慣れたかな。いや慣れてないです。ふざけんなよ、おんぶさせといてえ、カメラ気づかなかったやんな。いやカメラちょっとここだけの話していいですか。はい。3人で食べてるやんか、うん、待ち時間長すぎやろと思ってん俺。こういうしてちょっと長いことやらしてもらってるけど、うん、こんななったことないと、うんうんうん、ちょっと探索しとったの周りを、うん、そしたらなんか車がロケ車が横にあんのよ。あれ怪しいと思ってんけど、いやーそんなな、こんな沖縄旅でドッキリせんやろうと思って、 YouTuber みたいなことせんやろうと思って油断してたね、うん、ルアーはな。ルアーは悲しかったな。あ、うん、悲しかったよ。トモヤには11時に起きてって言ってて、寝起きドッキリをお前と作りっきりしてて、準備する時間なくてともや、めっちゃ大変だった。ぶち切れ、ぶち切れよほんまに。スタッフさんビビってた。え、俺のこと？うち言われた、大丈夫って。俺で起きたんがさ、まあ7時半とかやん。うん、で出発が8時ぐらいやって、もう30分で支度どうするみたいな、うん。お風呂も入ってない、こっから全部用意するってえぐーってなって、起きるときあれやで。起こされて起きたんじゃないで、足音で起きたからだ俺危険察知能力ね、うん、これが愛理とそのさくちゃん一緒だからが2人だけやったら多分気づいてなかったわ。もうカメラとかザラ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 ってめっちゃ音鳴ったからあれでもあの時あれらしいで、ね、うん、そのルアと龍馬がやらへんかった理由はドッキリで、ルアちゃんの機嫌が悪くなったからやめたらしいからうん、まあこれもよ、それは龍馬のせいよ、また俺のせいかいやー、スタッフさんにそんな思いさせてたんか、俺は。確かに大迷惑じゃん、もう。最後の告白あるじゃないですか。はい、みたいな、結婚したいですかっていうのがあって、まあ、言われたカップルがいると。はいはいはい、なるほどね。その時に言われてどういう気持ちだった、うん。ルアさんからそういう言葉を聞いたことなかったから、まあ、嬉しかった、まあ、もちろんやけど、びっくりしたが一番大きいかな。なんで言おうと思ったん？いや、なんだろう、パッて思いついた。で、そう、なんか、うん、ゆくゆくはこうなったらいいな、みたいな。だから実は、待って、聞いてほしい。俺もやったやん、あれ。やりましたね。言わせてほしい。あの時さ、俺と愛にさ、雰囲気めっちゃ悪かったよ、あの時。龍馬もそうやと思うけど、うん、何言われるんかね、隠し事を言われるって感じだと思ってて、その後めっちゃ熱心に考えたよ、文を。めっちゃ文を考えて、もういろいろメモに書いとったよ、もうほんまに何行も。じゃあそれを見て、うん、あ、めっちゃ秘密あるんじゃんみたいな。で俺が愛理に、うん、そんなんじゃないから、別に考えたらわかるやんって、自分後でもしこれ勘違いだ知らんでみたいな言ったら、うん、もう愛理もなんか急に黙り込んで、もう車なんかもう殺伐としててね、もう一生喋らへんみたいな。で愛理はあの手紙聞いて泣いたんですよ、うん、あ、そういうことかって。泣いてない、泣いてたんですよ。泣いてない、盛るなよ。泣いてたんですよ。そういうね、ことがあったという裏話。これほんまに裏話やな。確かにね、
そのバスの中でトモヤが考えてて秘密がないって今まで言ってたから、スタッフさんとなんかで話してる時にたくさん書いてるんだねみたいななんかを話してて、もう勘違いして下がってた、勘違いしてるよみたいな、うん、めっちゃ強く言われて、強く言ってきたんだよ、うん、そりゃそうでしょ、あんたが強く書いてんから俺がえその勘違いしてるだけやんって俺が言ったところで絶対耳に持たへんや、聞く耳持たんやん、だからそこは強く勘違いしてるでっていうのを伝えたい、ね、そうでしょそうでしょいやでもまああれもあって、でもその後まあめっちゃ仲良くなったけどごめんねみたいな感じになって仲良くなって、で空港あれやな、お別れめっちゃ寂しかったな、そう考えたら、うんですね。次はどこ行きたいな、俺ホノルル行きたいかな。ホノルルはどこや、ホノルルで何国なん、分からへん、そっか、ホノルルね、サバイバル生活みたいにしたいな。ハワイ、ハワイいい、お願いします。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの藤田寛太です。ご覧いただいている番組の最新回をフルで見られるのはアベマだけ。詳しくはここをクリック。